さらなる安心のために停電時最寄り階自動着床装置バッテリー。停電時最寄り階自動着床運転は地震、ビル火災、広域停電などでエレベーターが停止しても自動的にバッテリー運転に切り替えて最寄りのフロアまで運転するシステムで閉じ込めを防止します。停電が発生するとエレベーターは階と階の途中で一旦停止します。約20秒でバッテリー電源に切り替わり最寄り階まで低速で走行します。カゴ内操作盤には利用者に避難を促す表示がされドアが開きアナウンスが流れます。停電です。ドアが開いたら降りてください。一定時間が経過するとドアが閉まりエレベーターは休止します。万が一カゴ内に人が残っていてもカゴ内からドアを開けることができますので落ち着いて避難ができます。停電時最寄り階自動着床装置の導入には設置工事が必要です。さらなる安心のために日本オーチス。